シルバーウィーク。かわいいな。かわいいな、お尻。どうも。
られましたってまだ一言も発してないのです。何どこをどう考えたら送られたと思ったの？あなたのコメントまだ今日一回も見てなかったけど。できないよ別に。ゆっくりとかないからさ。全部用事なんで。だからどこで怒ってると思ったのって聞いてんの。なんで質問に質問で返すの。今は何をしていますか。髪の毛を櫛で解いています。まあ強いて言うならおばあちゃんたちにお手紙でも書こうかなと思って紙を出し終わったところですね。でなんか変なコメント見つけたから何って言ってる。なんかほんまに最近変な人多いねんな。どうしたらいいんやろな。変な人しかおらん。今日髪の毛アイロンしてないね。の割にじゃない。おばあちゃんって字多分見えへんよな。ペンかなんかで書いた方がいいかな。見えるかギリ。ペンで書こう。さすがにそこまでせんでいいか。見えるよな。いやなんか前髪流しやめようと思って最近、まあ、夕方にショールーム見てるので大体変な人。ああなるほどね。じゃあ朝やったらマシってこと。でも朝は朝でな、人おらんすぎてコメントなんもないからさ。おはようございますかおはようしか出てこへんから何も喋ることないね。流しやめようと思って。多分パッツンの短めの方が一番なんか固定しやすいかなって。あの崩れにくい前髪を探してるね今で。公演の時はまだマシかなと思って。なんかこの前パッツンでやったらめっちゃ汚れたじゃうわ、よれてんけど、多分短かったらいけんやろなと思って。美容室行きたいねんな。美容室行ったらそうギリいい感じになるかなと思って。別に変な人イコール仕事してない人じゃないで。ほらもうこの解釈の違いでもうすでに変な人。
じゃあね、巻いてるタイプのパッツンはすぐ崩れない。もうなんかほんまにポッってなってるタイプの方が崩れにくい。ショールームの人って文章難しいねんな。めっちゃ読み取るの苦労する。それ以外の配信見たことないから分からんねんけど。でかすぎやろ、さすがに。おばあちゃんってどれくらい字読めるんやろ。舐めすぎ、さすがに。読める？多分一人のおばあちゃん読めんねんけど。入院してるおばあちゃん見えんのかな。どれくらい読めるんやろ。読めるかな。そういう問題じゃない。ほんまにみんな変な人やからめっちゃしんどい。毎日どうしたら楽になるのか考えてるけど全然無理。なんもないもん。他人を変えることはできんから自分が変わろうかなとか思うけど、自分が変わったところでみんながまたそれを乱してくるからどうせ無理なんよなっていう。でこういう話をしたらまた数字が伸び悩むから、結局なんかもう落ちに落ちて毎日しんどいっていうね。っていうのにつけ込んでまた変な人が増えるから、もう負の連鎖。もう無理。もうこうなったらプラスの言葉でも全部嫌に聞こえるから、なんか頑張ってくださいって言われても絶対悪意ないやん。この一言に絶対悪意ないけどめっちゃ嫌やってなんねん。違うよ、だからおばあちゃんやから気合で読むとかじゃないんやって。普通に見えへんから、もうほらもうこういう説明もさ分かるやん大体。そんなちょっとの老眼とかじゃないやんっていうのも分かるやん。だからもうほらこの説明も毎回してる。週3やったら意味ないんやって。私は何のために毎日配信続けてると思う。この数字がずっと伸び続けてるから、この数字が何もなくなるんやで3週3にしたら。じゃあやってる意味がないねん。わかる？わからないところはどこ？毎回聞いてるけどどこがわからない？ほんまにどこが分かれへんのかが分かれへん。毎回同じこと聞かれて同じ説明してるけど何が分かれへんから聞いてるの。ほんまに不明なんやけど毎回。どういう気持ち？いや助かるとかじゃなくて、ほんまにちゃうねんちゃうねん。毎回聞いてくる人に聞きたい。何？どういうこと？何が分からへんの？そこまで毎回聞いてるよな。ほんまに何が分からへんのかが分からへんからどうしようもないわ。毎回同じこと答えてるけど不明点が分からないので改善のしようがないです。
きづらいよね。で、私は今コメントの文字打ち待ちなのか逃げたのかを悩んでる。普通に文章悩んでるのか、もう逃げたか、どっちなんやろなって。でもショールームのコメント打つのも時間かかるやん。ましてやちゃんと文章考えてたらめっちゃ時間かかるやん。この文章上げていいかなって考えてるうちに話変わるやん。だから私コメントするの苦手なんやけど、まあ考えてたら普通に送るの遅くなるのは当たり前やから全然待つねんけど、どっちなんやろなって思って。だから別に配信気分が上がらんから無理。気分上げてくれたらいいよ。黒島基本外の世界めっちゃ見ながら歩くタイプやけど、気分が下がりに下がった時だけは下向いて歩いて帰ってくるから。電車も、もう髪の毛こんなんなって貞子みたいになって帰ってくるから、もう下がる時は全て下げたい。鈴木のコメント、いいけど、たまに遅れすぎてる人おるやん。それはもう分からんで話、もう分からんかなって思ったらやめる。この話を今この流れでやっても多分どっからの流れで来たんか分からんくなるから、もうこのコメントすんのやめようってなるよ。なってほしい。これは完全に逃げたな。何かを落ちてるから探してるんじゃなくて、普通にしんどいから下向いてるだけ。だから言ったやん、私は基本は下向かんでって。ああ今日の雲あんなんやな、月めっちゃ綺麗やな、もう秋の匂いしてきたな、桜めっちゃ綺麗やなって見ながら歩いてるよ。でもしんどい時だけは下向いて歩くよ。もう何も受け入れたくないから。ショールームの星はしゃあない。星はほんまにむずい。定義がわからんから星はしゃあない。星はむずいで。あれ攻略するのはもう普通に歴じゃない、経験積めばって感じ。そんな初回で星いっぱいつくのは当たり前や。わからん。だから前向いて歩きたくないんやって。何も受け入れたくないねん。全てを遮断したいから下向いて歩いてるの。受け入れられへんから。無理やり前向いて歩いたらどうなると思う。パンクするから余計しんどなんで。っていうのも理由があってその行為をしてるのにもかかわらず、それは違うよねって勝手に言われたらしんどいよねって。もう多分私が何を言っても分からんと思うから、もう何でもいいけど、全部がそうじゃないんだよなってなんねんな。どうしたらいいんでしょうね。私の説明が悪いんですか。私の説明が分かりにくすぎる。星は何でもいいんじゃない。別に星は正味そんな気にしてない。どうでもいいも別に、大体読めるし。星単体で送られてきたらもう分からんけど、大体前後で分かる。おお久しぶり。なんか最近思うねんけどさ、ほんまになんか自分の名前で検索された時に嫌な内容しか出てこへんから、ほんまに嫌。お前初見になってる、なんでやろ。久しぶりすぎたらそうなのかな。
手紙一個目に進めないんだけど、どうしよう、何も書くことない。もうなんか、うん、そういうの浅はかやねんな、すべてが。どうしたらいいと思う？私がずれてる？私がずれてんのかな？いや、少なからずずれてるとは思うけど、あ、新しく作って承認しなかった。へえ、そうなんや。周り別に全員的に見えてるわけじゃないけど、別に全員じゃない、多すぎんねん。味方もおるよ。別に全部信じてるわけじゃないけど、信用はしてるかな。信頼とまではいかんけど、そんな信じてんのかな、分からんけど。まあ別に全部を疑うほどっていうわけでもないかなって人はおるよ。ただ絶対この人やったら裏切らんっていうわけではない。ルームスまだ上げてなかったんや。信用なんで？信用はだって条件付きで信じるみたいなんじゃなかったっけ。信頼はもう心からみたいな。まあ条件があれば、別に全部信じてるわけじゃないけど。もうこれに関しては何を言っても無駄やろ。だって私の人間関係全てを知ってるわけじゃないねんから、どうも言いようがなくて。それこそプライベートなお友達とか知らんやろ。家族関係も知らんし、親戚とかも知らんし。別にみんなのことを信じたいって言ってるわけじゃないで、ただめんどくさいから言ってるだけ。ああめんどくさいなーって。めんどくさい人が多いだけ。別に無関心の人がいっぱいおっても全然なんでもいいよ。それはめっちゃありがたいやん、逆に。すごい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 。ここだけだけでルームス、もっと表示みたいなの出てくるやん、連絡送ったら。あれ出るくらいまで文章を作ったのに、なんか何行、9行くらいまでに削られてんねんけど、そんなことある？何頑張って。もういいわ。何がおもろい？なんかすいませんって何？別にいいけど。許せるかっていうか、別に今のところ欠点しか見えてないからな、ごめんやけど。合ってる人は違う。だからこれ言うとな、またもうめんどくさい人がいっぱい増えんねんな。もういいわ。そんな、人は誰しも欠点はあるよって分かってるよ。そんなもん、ごめんやで。別に悪意はないんやろけどな。ごめんな、ほんまに分かってんねん。それもそれ分かってんねんやん。自分もあるし、アンジュさんですらあると思うし。私は知らんけど、多分私に言われても、あ、それも可愛いってなるんやろうけど、欠点もあるはずやから、生きてるんやし、っていうのも分かってて言ってる。ぶら下がってるのプーさん、めっちゃ可愛いな。さっきぶら下げた。
ここにくっつけててんけどさ、引き差し開けられへんかったからさ、上に吊るした。めっちゃ可愛いお尻。いいやん、生きがいがあるだけで。一生それなくしたらか。ティッシュケース、フォルムが可愛いよね。ルームスの日記書かんでいい？なんかもうせっかく書いても全部消されるんやったら意味ないような気がしてきた。なあ、すごいよな。でも色味でわかるかね。逆に言うと顔以外映ってるからな。ルームス上がんのか。興味ないわ。推しの子だけ見た。なんか内容が内容やったからさ、見た方がいいかなと思って見出して、ちゃんと2期まで見ました。私途中でやめられへん人やからさ。そうね、なんかさ、なんか別にさ悪いこと書いたわけじゃなくてもさ、なんかただ自分の気持ちを伝えたら消される。いなんてこと。そんなこの配信おもろい？初めて言われた。こういう系の配信になってから初めて言われた。なんか昔の配信は言われてたけど面白いねって。ひぐら足が泣く子、鳥か、日暮らしがか。どこで区切るんやろうと思って読んでたら分からなくなってきた。アニメは知らんから、あんま出されても答えられへんで。でも声が出えへんくなったみたいなこと書いてん。別に事実やん。なんかなんで事実をあげたらあかんのか分かるよ。そりゃめんどくさいやろな。分かんねんけどさ。なんて歌詞どっか行った。めんどくさいのは分かるけどさ、事実なんやからしゃあなくない？あった。好きな俳優いる？分からん。俳優さん知らん。ここで話したらって思うやん。ほんなら次ショールームまで監視されるのよ。もう日記書けへん。いや、私もそれやったら話したいよ。読む？今読み上げる？いいよ。いいけど私が怒られんねんな。まあいいよ、怒られてもどうせ変わらんし。でももう文章としてさ作っちゃったから読むようじゃないねんな、言葉遣いが。あの何？口調？この行間とかを考えてさ、あの読むようで書いてるから、その間をな読むのは難しいねんけど。後でなんか届けば。別にどっちでもいいからね。うわ、なんで今？さっき言ってほしかった。せっかく今日行ったのに。
まあ全部は読まんとこじゃ。なんか読むのめんどくさいわ。やめよう。もういいよ、なんでも。ああ、なんかめっちゃ分かりにくいけど一言でまとめるんやったらめっちゃなんか居心地悪かったって話。劇場行ったんやけど今日めっちゃしんどかった。もう早く帰りたかったもん。半ば駆け足で帰ってきた。なんかもう息が詰まる。MC で話したらもう出来になるって。公園、公園出てる時はまた違うね。微妙。人間関係じゃないですよ。何も関係ないです。人間は。強いて言うならこっちは関係あります。運営じゃない。全然運営のこと書いてない。なんて書いた。あ、駅ができひんってだけ。もう卒業せえへんよ。先からなんかずっと連れてない。な、何を読んでる。違うもの聞いてる。なんか全部ずれてる。別に運営でも人間関係でもないですよ。別にメンバーの悪口を言ったわけでも運営が悪いって言ったわけでもない。ただ息ができないって言っただけ。もういいよ。事実なんだって。言葉の表現の仕方見るじゃん。見ますか。いつもと別に変わらんで。でも読み上げるのめんどくさいね。ほんまに息しにくいからさ、あの続けて全部読んだら喉がほんまにしんどいね。それはそう。いやもう誰が悪いとかじゃないよ。みんな悪いよ。この世界が汚いせいって言ったらまた主語がでかいって言われるんですよ。じゃあ何ですか。一人に標的を絞ればいいんですか。あなたが悪いって言った方がいいんですか。もうだって私からしたらみんな悪いようにしか見えへん。みんな変わらんよ。見てるだけの人も直接言ってる人もみんな変わらんよ。政治は分からんから言うまでだし、あとショールームは NG やで。それしてるならしてあげた方がいいかもね。どれをどれなんどれなんでしょうね。そこをしてるならしてあげた方が。それは誰に向けての何の話でしょうか。指摘してくれ、指摘してるならどう。そこを指摘しているならしてあげた方が。どういうこと、どういうこと。してあげた方が、指摘してあげた方がってこと。そこを指摘しているなら指摘してあげた方が。守ってあげたくなるとはかけ離れてると思うけどな。まあそう思っているなら何でもいいんですけど。どういう。みんなじゃないよ。これも主語でかいと思うねん。ごめんな、指さして。全然あなたは悪くないんですけど、
みんな味方っていうのも主語でかいと思うね。みんなって誰って感じやから、いや絶対このファンの人って言うけど、そういうことじゃないんだよね。なんか言う割にさーって思っちゃうからさ、こっちは主語でかいって言う割に主語でかくねって、指摘あなたですよって、ちょ指摘の意味は分かってる指摘の意味が分からんじゃなくて、さっきのなんかしてあげた方がみたいなの意味が分からない。誰が誰に対して何を言う話なのか。正直やからっていうかさ、なんかなんだろうな、もう分かれへんけど、そうやな、正直なんかもな、なんかなんでわざわざそんなさひねくれたやり方すんねやろって。正直に言えばいいやん、なんかやったんやったら正直に謝ればよくない。なんでわざわざ隠すんかなって、隠すっていうかなんか裏からって言いかんでもさ、別にまっすぐ言えばよくないって思うよな。なんかなんなのな、大人のやり方が好きじゃないんかな。いや分からん、私が子供やからなんやと思うけど、なんか何なのな、分からん、もう分からんけど、アイドルだからって言わない人がいる。それはどういう？こじて？不協和音。どれや？これなわけないな。なんかもっとまっすぐ言えばいいのに、言われへん事情があるんやろうけど、別になんか隠してることがあるわけじゃないで、別にめっちゃなんか意味深とか言うってまたまとめんといてな、ほんまになんかがあるわけじゃないけど、なんか回りくどいのがいなんのかな、なんか分からんけど、やり方が好きじゃない、そうやり方が好きじゃない、これや。これに限る。でみんながもうな、なんか反応見てて思うけど、騙されてる感じが嫌なのな。なんかさ、それを気づけてたらいいけどさ、みんなまんまと騙されてまんまと楽しんでな、なんか乗せられてるようにしか見えへんから、なんかそれが嫌なんやろな。そうじゃないんやでって言いたくなる。事実に反することを言うから嫌なんやろな。多分私間違ってんの嫌やねん。うん、騙されてるって言ったらまたそうなるよね。言葉を言葉のまま受け取らないで、もう今は、今はな。性格男っぽい。あ、そうそうか、めっちゃメンヘラで女っぽいと思ってたけど、そうか、うーん、悪いところがあるならはっきり言えやっていうよりは、なんか違うな、汚いねん。分かってるよ、汚いのは。ああ確かに、騙してほしい。確かにね。
それもあっていいと思うけど、なんか違うねんな、なんか引っかかんねんな。もう分からん。とりあえずやり方が合わない。なんか事実と違うことを言われるのが嫌やねん私。なんか前のまとめでもあってんけどさ、なんか8期一番嫌やったやつやで、一番私が嫌でほんまに嫌やったことなんやけど、なんか8期2人抜けたやん、それをなんか逃げたって言ったみたいなはほんまに言ってないし、思ってすらないし、なんなら私は別に卒業は反対派じゃないねん。2人が幸せなんやったら全然会われへんのは悲しいけど、それで幸せになってくれるんやったら別れてでもってくれたらって思うねんけど、その気持ちを知らんやんみんなは。やのにこんなこと言ってたよって言ったらさ、何も知らん人らはさ、あそうなんや、黒島ちゃんってそんな子なんやって思うからさ、なんかその違うのにってなるのが嫌やねんな。多分まっすぐなんかな。分からんけど、違うのが嫌なんやろな。多分昔から真面目に生きてきたから、真面目すぎるんやと思う。あんまり真面目すぎたらこんな生きるのしんどいから、真面目すぎたらだからあんまりもう真面目に生きんとこうと思ってたけど、でも根が真面目やから昔から、だからなんかいいように手抜こうとかができひんねんな。だからなんかみんなに言われたことも書かれたことも全部何やろ、正面から受け止めちゃうから、だから多分みんなより傷つきやすいし折れやすいんやと思う。人間ってさ、やっぱり弱いとこに寄っていってなんか自分がマウント取りたいみたいなとこあるからさ、多分それで寄ってきてんねやろな今。それでほんまにみんなもうちょっと気抜いて生きた方がいいと思うで。もうちょっと小学校とか幼稚園の時に教えてほしかった。もう真面目に生きるのはやめた方がいいと思うから、今周りにおるちっちゃい子にはもうちょっとなんかもうヤンキーくらいに育てた方がいいと思います。若いうちにしといた方がいいことですね。これは絶対真面目に育てるべきじゃない。
ヤンキーくらいにしといた方がいいと思うよ。もう大変ですよ本当に。ヤンキー構成する方が楽だと思います。だって自分より頑張ってない人の方が幸せそうに生きてるんやもん。絶対そっちの方が楽なのは楽だと思いますよ。まあどうしたいかによるけど。手紙書かれへんかった。ちょっと今日はランキング読めないです。アップが絶えないんです。